クオリストはアメリカ合衆国レトウッドショワーズに本社を置く企業で中小企業と大企業にクラウドセキュリティやコンプライアンスと関連サービスを提供している。1999年設立で SAS モデルを通して脆弱性管理ソリューションをアプリケーションとして初めて提供した企業であり2013年現在ガートナーは強く進められるサービスだと5度も評価している。 フォーブスグローバル100の多数含む100カ国以上7700以上もの顧客を抱えている。また、大手のマネージドサービス提供者や BT、デルセキュアワークス、富士通、IBM、日本電信電話、シマンテック、ベライゾン、ウィプロといったコンサルティング企業と戦略的提携を締結している。また、クラウドセキュリティアライアンスの創設メンバーでもある。 1999年に設立し、2000年12月、クオリスによる脆弱性管理史上初参入商品の一つである、クアラスガードを発売した。2002年には、社内欄の脆弱性や配布されているパッチを自動的に検索するクアラスガードイントラネット、スキャナーを発売した。翌年、インターネット上に接続するネットワークにある。 セキュリティホールを識別し図にするウェブ型スキャンツールであるフリーマップを発売した。2005年、クアラスガードのラインナップを強化2008年、監査目的のコンプライアンスを文書化するために組織中の IT コンプライアンスデータを収集したり、方針上この情報をオズにしたりするためのプラットフォームのグローバルスキャンを強化したクアラスガードポリシーコンプライアンスを発売した。また、 クアラスガードウェブアプリケーションスキャニングというウェブアプリケーションスキャンサービスも開始した。2010年にアメリカ合衆国で開催された RSA コンファレンスではウェブサイト上のマルウェアをスキャンし識別するサービスであるクアラスガードマルウェアディテクションサービスとセキュリティスキャンをすり抜けたウェブサイト閲覧者を可視化できるクアリスサキュアシールを発表した。2010年7月 ウェブブラウザとプラグインの脆弱性を調べるサービスであるクワリスブラウザーチェックを発表した。RSA コンファレンス2011ではマザグユリティの制作者でクワリスの技術取締役のイヴァンリスティックによるオープンソースのウェブアプリケーションファイアウォールプロジェクトであるイロンベイが発表された。2012年の RSA コンファレンスではクワラスガードクラウドプラットフォームのアップデートとして ITGRC のコンプライアンスイニシアチブを自動化したり提供される対サイバー攻撃用オンライン保護の運用コスト低減や導入しているセキュリティプログラムの効率性向上といった顧客が自身の IT システムやアプリケーションの改善を支援するための機能が強化されることが発表された。2012年9月28日、クリーズの ティッカーシンボルでナスダックに上場し8750万ドルを調達した。2014年の RSA コンファレンスでは Amazon EC2 やオンプレミスで運用しているウェブサイトの保護や新たな連続モニタリングソリューションや無料の4セキュリティコントロールズサービスをクワリーガードウェブアプリケーションファイアウォールの通常機能として提供することを発表した。 2014年4月7日にオッパンするのセキュリティ欠陥であるハートブリードが公表された。次の日、クオリスはクアリス SSL ラブスとクアラスガードバルネラビリティマネージメントを通してハートブリードを検知できるようにした。9月、クアリスバルネラビリティマネージメントを通してバッシュシェルロックを検知できるようになったと発表した。2015年1月、 ゴーストという Linux の GNUC ライブラリーの脆弱性を公表し、q u a ス i s ネ Vulnerability Management にてパッチを提供することを発表した。SC マガジンは2004年から2014年までの毎年 q u a ス i s のセキュリティソフトウェアソリューション2章を授与していて、2014年にベストセキュリティカンパニーを授与している。q u a ス i s のディレクター、フィールドオペレーションのモーリス・ハンプトンは、 SC マガジンの編集顧問委員に就任した。2010年、インク、市は2006年から2009年までの収益が104%増加させた実績により、クオリスをアメリカ合衆国の最も成長したプライベートカンパニーの5000社の一社に選出した。2012年、シリコンバレー3のゼビジネスジャーナルは、クオリスを シリコンバレーにある最大手プライベートカンパニーの一社に、選出、51社中26位にランク付けした。2014年11月、セキュリティリーダーによる、Choice Awards for Best Risk and Policy Compliance、ソリューションとベストアプリケーションセキュリティプロダクトと、ベストバルネラビリティを受賞した。ありがとうございます。